アメリカの格付け機関スタンダード&プアーズは、中国が盲目的に経済成長率の目標を 6.5% にすると、主権信用格付けを引き下げると警告し、中国国内の一部小規模の銀行に倒産のリスクがあると指摘しました。スタンダード&プアーズは、当局が来年から2020年までの5年間の経済成長率を 6.5% にすることにより、政府の債務が増加し、これまでの主権信用格付けを引き下げられる恐れがあると指摘。また、来年の経済成長率は今年の 6.8% よりもさらに減少すると予測しました。中国的一个目标其实未必是每一年都可以达到的，至于我们觉得就是主要是因为CapEx 方面是会放慢，整个经济增长都是会放慢的。中国は経済成長の鈍化や過剰生産などの問題が深刻化しつつあり、スタンダード&プアーズは中国銀行業界の不振により、今後2年間で一部の小規模な銀行の倒産は免れられないと指摘しています。中国有商銀行有300多家，那如果银行业金融机构的话有好几千家，所以在这样的一个庞大的数目里面的话，小银行关闭的话是我们认为是一个大概率事件，会在未来2年会发生。スタンダード&プアーズは、来年の中国の銀行業の不良債権比率は 3% に上昇すると予測しています。新唐人テレビがお伝えしました。